週はいつも良いこと手に隠し、週はいつも良い技をなしてくださり、週はいつも良いこと手に隠し、週はいつも良い技をなしてくださり、悲しみ苦しみすべて喜びに変わり、感謝と賛美でさあ叫べ、主はいつも良いこと手に隠し、主はいつも良い技英語で You always bring blessings for us, You are always good, You always do good works for us, Yes you really do, You always bring blessings for us, You are always good, You always do good works for us, Yes you really doOh, sing with me to joy to give thanks to you and praise you. We shout to the Lord. We sing for us. You are always good. You always do good works for us.それでは古い歌ですけれども、昨日血の日コンサートで賛美した歌ですね。十字架に主です。十字架に主イエス、我が罪のゆえ贖いの御業成し遂げられた。神の子羊、あなたの憐れみ、恵み受ける。イエスよ、主イエス、我が罪のゆえ贖いの御業成し遂げられた。御座におられる聖なるお方、イエスよ、ただあなたを
が全てイエスよ、イエスよ、あなたこそ我が救い、イエスよ、あがめます、イエスよ、あがめます、我が全て、我が全て、我が全て。52番、天の故郷に憧れて。天の故郷に憧れて、思いを賛美に乗せて、主の御庭で喜び歌おう、主の御顔を仰ぎ見て、主が約束された都に導かれるその日まで、この地上では旅人だから、主に信頼し続けよう、とはに神の言葉だけを固く守り、心をまっすぐ天に向け、終わりに至るまで主に従い、約束の命の冠を受けよう。どんな試練が許されても、すべてに感謝捧げよう。神を愛する人のためには、主の手が共にあるから、上も次も迫害さえも、主イエスの深い愛から引き離すことはできはしない。たとえ殉教者にされても、神の言葉だけを固く守り、心をまっすぐ天に向け、終わりに至るまで主に従い、約束の命の冠を受けよう。神の言葉だけを固く守り、心をまっすぐ天に向け、終わりに至るまで主に従い、約束の命の冠を受けよう。約束の命の冠を受けよう。あららばらしさんねら、おららばらばらしさんねら、あららばらばらしさんねら。あなた方の心を神の喜びで満たしていきなさい。悲しみの真っ只中で、また痛みの真っ只中で、あなた方が主を賛美し喜びの声をあえてあげていくとき、
あなた方の内側にこの地上ではない天からの喜びがやってくると主は仰せられます。この神の言葉だけがあってご状況は何も変わっていないという方がいらっしゃいます。しかしその神の言葉をこの大切に告白し続け、そして主に賛美を捧げ続けていきなさい。そのあなたが与えられた神の言葉は必ず孵化し命を持ち、これを成就するその時をあなたはその目で必ず見るようになると主は言われます。人の言葉で諦めてしまっているものがいます。親の言葉、子供の言葉、伴侶の言葉、友人の言葉、上司の言葉、同僚の言葉、その言葉でああもう無理だと思ってしまっている人がいます。しかしそうではない。あなたはそこからそれを丁寧に感謝し、そして私に向かって大胆に求めるとき、人が無理だと言っても私はそれを開いていこう、不可能を可能にし逆転の私のドラマを表していこう。感謝をし大胆に求めなさい。人の言葉によって諦めてはいけません。人の言葉で決めてしまってはいけません。私の言葉を求め、私に求めなさいと主は仰せられます。24番。カリスマの恵みが現れようとしています。あなた方は心の促しを感じるとき、恐れないであなたのその手を伸ばして祈りなさい。心に言葉が来るとき、口を開いて語り出しなさい。私はカリスマの恵みを通して、あなたを通して人々を癒し、あなたを通して人々に語ろう。それは人々に希望を与え、人々を癒し、人々を健やかにすると主は仰せます。私の恵みが、私の技があなたを通して現れていきます。私のようなものと思ってはいけません。私はあなたのうちに住んでおり、私の霊があなたに注がれている。あなたを通して、あなたが信じて踏み出すとき、技が始まると主は仰せられます。この不思議な御技が起こってくると主は言われます。この方々が信じるなら、この神の栄光が豊かに表されてくると主は言われます。
怪我をした場所に、今傷んでいる場所にあなたのその手を置きなさい。私はあなたがその手を置いて私に向かって祈るなら、癒しを与え奇跡を表していこう。あなたが信仰を働かせるとき、あなたは技を見るでしょう。愛する子供たちよ、いろんなことが許されてきます。それは嬉しいことばかりではありません。でもマイナスと思える事柄のときにこそ、実はあなたの信仰を通して私の愛と恵みが現れてくるのです。マイナスと思える事柄を喜んで受け取り、感謝して受け取り、そして大胆に祈りなさい。私はその時、そのマイナスと思えるところから私の愛の高さ広さ深さを教え、私の恵みと奇跡を表していこうと主は仰せられます。主はまことに聖なるお方、主は私の救い主、あなたの十字架の御業、心から感謝します。I love you, Lord. 福音を携えて、 I love you, Lord. 全世界へ出て行きます。 I love you, Lord.I love you, Lord. 福音を携えて、 I love you, Lord. 全世界へ出て行きます。全世界へ出て行きます。お祈りします。愛する天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。素晴らしい特別賛美の一つ一つを心からありがとうございます。またこの場所に今日集われた、この大礼拝に集われたお一人お一人、オンラインで共に礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して私に語り、慰めと励ましを与え、主にある希望を与え、御言葉を通して私の信仰を育んで、同時に神様、あなたが与えようとされている勝利と栄光を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。この大礼拝に必要な上からの知恵と識と礼を整えを持って、聖霊がご自由にお語りください。語る者聞く者も減り下ります。お語りください。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。神官しましょう。ハレルヤー。